相手のイメージコート場所にここというタイミングで狙いに行く、その動きだし、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも、実は本場南米の世界で飛び出すタイミングを図ってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったら、そうですね、守護者からゴールまでしっかりイメージした状態で
いですよね。今日のゲームを振り返って何かございますか？別にないです。